はい、じゃあ、一応準備してきたんで進めていきたいと思います。お、うん、まあ、特に、うん、体力回復したぐらいやけどさ。よし、とりあえず勝ち込みがける最低限の準備はしてきたみてえだな。案内してやる。いいか。勝ち込みかけるってなんな。そんな物騒なことすんの今から。うん、いいん、さっさと案内しろ。ち、なんか一筋縄ではいかなさそうやけどさ、どうやろう。うん、何これ。わあ、怖い車。うわ、すごい、天井高ない。これ立たせてねえのかよ。ほんまやな。清流会に勝ち込みかけようなんてバカはこの町にいねえんだよ。まあ強いんか。まああれやな、偉人さんの一つやもんな。おっ、怖っ。閉店間際のショッピングセンターみたいになってる。うわあ、でもはめられた。これははめやがったな。まあでもそうなるよな。これまで一度も他の組織に足を踏み入れられたことはない。俺ら組織じゃないけどさ。合図なしに門の中に入ったらシャッターが落ちて駆除する決まりになってる。無視か俺ら。たとえそれが重要な客であろうとな。いや、それはあかんやろ、さすがに。会長はいるんだろう、この上によ。あ、おるん。まあまあおるか。そらいたところで会えねえよ。お前らに会長室の指揮はまたがせれ。お前さっきボコられたの忘れたんか。まあ、人数多いけど倍ぐらいおるけど。気合入れていくぞ。おーし、気合入れていこう。一日が長いよ。わあ、それは確かにあるかもしれんな。応対には応えるぜ。あたしさんまだまだ現役よ。現役、現役、現現役。うん、すごいライオンみたいな顔してんな。カスが。うわあ、出た。喧嘩にハンマー持ち出すタイプ。こっち電話やけど。電話振り回すな、主人公が。どう？わあ、結構飛ばしたよ。じゃあ鳩の教習。じゃあまあ一人一冊というか、ちょっとずつでも倒していった方がいいよな。わあ、でも弱点取れてないな。うわあ、ハンマーはちょっと嫌やな。ハンマーはちょっとお前さっき、うん、芝居とこ、足立さん削り切って頼む。ちょっと残るんかい。ちょっと残る。出たー、グレート平塚以来。まあ いや、これで終わりや。まあこれ次戦いあるかもしれんから、難波の回復は別に悪い握手じゃない気がする、今の時点で。え、上がんの？そこでおとなしく待ってやがれ。上がんの？絶対仕留めてやるからな。逃げんの？あぜ下がんの？上がってんの？下がってんの？リップスライムや。いや、俺もあんま知らんけど世代じゃねえし。おい、逃げやがった。あれじゃ上に行けねえぜ。なあ、どうする？とはいえここで待ってる義理もねえし。戸塚のザコムーブなんなん？ここから出る方法を探ってみようぜ。なんかない？こっちとか。こっちなんかあるやん、扉。扉あるで。お、あ、この扉開いてるぜって言う前にめっちゃ来た。ゴツゴツ、スーツから筋肉が溢れ出してるやん。かー、ゾロゾロと来やがった。てんでい。じゃあもう一暴れするか。てんでい。なんでお前バカか。相手にしねえで逃げるぞ。まあ逃げるしかないな。そら、いや、ナンバが正しいわ。おお、ゴツ、どうすんの？どう逃げんの？おお、どうすんの？あ、そっち開いて閉じて。どう、あ、ほうき、うまいこといける。いや、ほんならすぐ折れるやろ。じゃねえか。じゃ、そんないける。開けろ。どうする？てか鍵ないん。鍵ついてない。他に逃げ場は。逃げ場どこ？外？それ外やろ。どういくん、どうすんの？うん、ラグビーっぽい、なんか強そう。あいつらいねえぞ。鍵閉まったのに、どうやって先に。どう先に行ったよ。追いかけるぞ。お、いや、その段ボール怪しいって。怪しいよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、早くこっち来い。おい、ポンコツ。え、上かい、上かい。お前握力すごいな。おい、変えるかお前ら。すごいな。行ったな。せめてドア。
おお、すごい、それ登れたんじゃん、頑張ったら。お、ナンバー、もういいぞ、いける。あ、ナンバーがそこに入ってたんや、うん、前の春日と逆やな。うん、慣れ親しんだ段ボールやん。うん、さてこっからどうしたもんかな。おお、なあなあ、上にある渡り廊下から行けないか。左の門から上がって、会長室に行けるかもしれないぜ。そこ？あ、ここの上？でもなんか刺さりそうやけど。向こう？あの上？よし、そんじゃあそこから戻って別館に入るか。青龍会のやつらに鍵が開けてくれたみたいだしな。ああ、そういえばね。そっちはやつらが警戒してるかもしれないし、危険だ。あのドアから入れるか調べてみようぜ。どのドア？あそこ？入れる？それ。あ、ここ俺やんの。入れたー。お。待ってましたよ。フリーザみたいな喋り方してる。出番です。ザーブンとドドリアかこいつら。えらい化粧やけど。なんやねん。トツカの手下。スタンガン持ってはるー。よし。もうやっぱり連続だったか。じゃあメガスイング。なんか前出てきてくれた。おあーまあ減らへんかあんまり。じゃあネキブレス、まあさっきこいつからで。じゃあどう、燃えてるけど、お、熱気に包まれてる。ライブ会場か。ん、電話しやがった。なんてせこいやつや。すぐ呼んだ、すぐ呼ぶんだこいつら。じゃあ待て、これちょっとつ申しの方がいいんちゃう。あ、ちゃうわ。あ、いいや、どん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 、いいね、カナダ。うわお、あちちち、郷ひろみ、あちち。これはメガスイングの方が良さそうやな。まだ二人はいけるやろ。どう、あー倒せてないか。あー、じゃあ鳩の教習。もう突っ込まへんぞ俺は。もう俺は突っ込まへん。よし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 。でスタミナ X 回復すんの、こいつか。こっち。じゃあめった打ち、ドン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 。まあまあまあ、でも少ないな、ダメージ。あー、ちょっとモーションまだ読み切れてない。じゃあネキブレス、さっきこいつ倒そうか。熱ー言うてる。その素のリアクションやめてくれ。メガスイング、メガスイングちゃう。あー、バスタースラッシュの方が良かったかな。スラッシュやったっけ、何やったっけ。カウンター。あー、でも体力少ないな私。さえ挑発、わー、めっちゃ挑発されしてる。あー、でも勝手に攻撃するやつかこれ。まあそれはそれでええけどさ。オッケー、終わった。まあ勝手にそれはええけどさ、別にされる分にはね。待ちふざけたのはあいつらだけか。もっと大勢来るもんかと思ったね。自分たちだけで侵入者を倒して手柄を立てたい連中なんだろう。あ、こっち届か。へえ、そういうもんかね。そういうもんか。俺が言うのもなんだが、全員で協力した方が楽に倒せるだろうに。ほんまやな。そういう考え方してると出世できねえんだ。それが組織社会さ。なるほどね。へえ、道理で出世できないわけだ。うわあ、刺さる言葉。こっちか。あ、これ階段あるね。階段あるわ。気づかん、なんで気づかなかったやろ俺。で、こっちか。あれ、これなんか重厚な扉やけど。いける？もういける？これ。着いたか？あれ、とつか。おっはー、まったく、苦労させやがって。俺ら会長に用があるんだ、おとなしくそこをどけ。うん、ち、まさかここまで来るとは。だがな、もうしまいだ。結構道中長かったな。あ、どう、なんやねん。ん？これラストかな。あれ、さっき倒した方々カットしてるやろうけど。おいおい、まだあいつら元気なのか。なんかボスっぽかった方々じゃないですか。ふ、お久しぶりですね。お久しぶりですってなんやねん。今度は先ほどのようにはいかんぞ。
俺らが3人揃ったら無敵なんだよ。アイドルグループ極道。へ、3人に揃ったら無敵なのはこっちも同じだ。行くぜナンバー足立さん。もうなんか強かったんだ、なんか硬かった記憶があるこいつら。まあいいや、おうよ、うん、もう、うん、無言で戦っちゃってったから多分カットしてるやろうけど、ここはちょっとやろうか。じゃあよっしゃー。結構右端のあのハゲがな、海坊主がな、うん、強かって、どうしようかなこれ。まあネッキブレスでいこうか。ウィークじゃないこいつじゃ。ああネッキブレス、ウィークや。あーでも半分近くいく。おで熱気包まれる、いいやん。待って、あたしさん、そうなん。じゃあちょっとつも教え、巻き込まへんかな。もうちょい巻き込みたかったけど、まあいいや。どう、まあこいつだけよな。じゃあメガスイング、こいつね。まあ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 、でも結構食らわした。でも全然効いてないな、引くほど効いてないな。気合、気合って何、効くか、気合を入れた。攻撃力上がる、わお。じゃあもうこれでもう効くかは、熱気ブレスでなんとか死なへんかな。そんなあんまないか。あーでも食らってる、なんか棚ボタ。ちょっと待って、じゃあメガスイング、このこいつね、真ん中。オッケー。待って、さっきキッカー倒そう。待って、キッカー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 。あー掴んでよかったかな、普通にあれでよかったか。オーバーキル、まあいいや。よし3対2、これで。あカナダはスタミナ X、 いらんことしやがって。あいつが一番嫌やな。何かしたっつってたけど、あいつが一番めんどくさいな。こいつの攻撃守備力下げとこ。臭い気、オッケー。臭って言ってる。待って、じゃあ勇者の号令でちょっと攻撃力上げとこ。全力でいくぞ。うん、バフかけて。じゃあこれはめったうちでいいんじゃないか。おう、ウィーク。そんなに効いてないな、スタンガン。あお、おお、わあ、あいつ攻撃力えぐいな。臭い息、これかけれんのかな、ちょっと試してみよう。おお、延長された。あ、延長さんね、延長とかそういうことなんやこれ。まあでもあいつは後でやるとして、じゃあバスタースマッシュをまずカナダでやろうか。後ろから304、いいね。じゃあもうこれは相打ち、追い打ちで、オッケー。31、やっぱこいつ残ったか。わお、じゃあここは、突き飛ばし、鳩の教習。俺はもう突っ込まない、鳩が来ることに。もうナンバーが飼い鳴らしてるということにしとこう。どう209、まあ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 、まあめっちゃ1しかないよな、これは。うん、まあまあね、しゃあないよな。 OK、 いいね。30しか食らってない。途中で装備とかいろいろ拾えたん結構でかかったかもしれんな。熱気ブレス燃えろ。あ、熱気に包まれへんか。おお、もうこれ普通に殴ろうか。春日の MP がなくなってきた。タオリーナ使うの、あたしさんのターンでタオリーナ使おうか。それやったら春日のターンでもよかった気もする。やってみろ。ああ、ちょっと待って、それ腹立つな。まあ、これはもう熱気ブレス打ちまくってな、ナンバちゃんは。熱気に包まれる街で、で春日はキズナ言っとく。あー、まだ早いか。次一回バスタースマッシュしてからキズナかな。もうちょい削ってからやる。
あ、でも結構行くな。おう、結構行くな。あ、これで倒せんじゃない。絆選んでいいぐらいの勢いやけど。燃える。あ、やらんでよかったな。絆消臭の極み、オッケー。3000円。そんなマリオみたいな喜び方すなお前。オッケー、レベル上がった。いいね、2人とも。うん、強くなったよ。やったね。やっぱ装備って大事やな。追い詰めたぞ、トツカ。名前ちょっと忘れた。ここまで。お前ら一体何なんだよ。てめえらが手詰まってる乙姫ランドの店員だ。そうやな。あのソープランドの。そうだよ。俺らはな、うん、あの店で働く。めっちゃびっくりしてる。あの葉ちゃんっていう子を助けるために動いてんだ。そういうことです。あの施設に閉じ込めて金をむしり取るだけむしり取って殺そうとしたのはおめえらだろ。そうやな。世間がやりたくねえ仕事を。何が世間のしたくない仕事をやるか。怒ってるね。都合のいい言葉並べて人情度を語ってんじゃねえよこのチンピラが。いや、これはもう春日ど正論やな。え、おじいちゃん出てきた。横浜清流会会長星野龍平、久々この演出来たな。会長か。戸塚の兄弟。親父、これは一体何の騒ぎだ。うちの島で揉め事がありまして。それでいい国くんの遅ない。見えなくもない。なんかインテリヤクザみたいな人来たけど。どうかお前ら。俺たちは鉄砲玉じゃありません、ね、会長に頼み事があってきました。会長ちっちゃいな。意見のメダカサイズやな。助かって組員のしのぎについてです。日だまりの城のことか。ああ、知ってる。いただけますか。お前らが知ってんねや。まあ、知ってるか。そら確認してなんかないから。丸腰です。いや、電気マッサージ持ってきたけど。あ、どうした。んこいつ兵隊の知れない札を持っています。やっぱそこなんや。先行く。電マじゃないんや。絶対連前と思うけど。さっきどうしたん。心当たりある。ああ、それね。なんか心当たりある顔してんな。会長、誰かが勝手に俺のポケットに入れてて。うん、どうした。すごい顔してる。気にするな。おもちゃの札だ。おもちゃの札、うん、おもちゃなんかな。でも少し入れてたしな。あ、タコ板で縛んなくていいのか。あれがあるとないとじゃ痛みが大違いだ。けじめ指すんの。えらく詳しいじゃねえか、高部の頭。高部、昔日本を詰めさせられたんだ、あんたによ。帰ってくんな、悪いことは。すごい冷酷な顔してる。さあさあ、沢城の頭以来の。鍵を元気かな、あの人。疎まれて当然だが、俺なりに中国のマフィアや韓国のコミジルから町の住人を守るため体張ってきたつもりだ。会長、俺はこの町の歴史はよく知りませんが、清流会さんの力で均衡が保たれているのだと思ってました。そこはさん付けすんねや。まあするか。最近はそういうのはわきまえてるか。さすがに春日も、まあその世界におってんもんな。下っ端が親に隠れてこそこそとしのぎやがる。あ、一部じゃホームレスからシャバ台を巻き上げるようなクズもいると聞く。テイちゃんのことか。本当の話っすよ。ハンピン・リューマンの下っ端です。そうやな、テイちゃんね。でもまさかうちの戸塚までも俺に内緒でしのぎを広げていたとはな。悪いことするよ。悪いことしてたよこの子。会長は介護施設のことを一切ご存知なかったんですか。バカ言うな。スカですかって言え。年も年やねんから。なんせあの介護施設は30年くらい前に、まあ、俺もやっちゃうけど、うちの組が買い取った施設だ。あ、そうなんや。老朽化で取り壊す予定だったんだが、どうしてもこの町の文化を残したくてな。会長がそういう思いで買ったんや。介護施設を始めるように提案したのは俺だ。ただへえ、この戸塚があそこの最上階で別のビジネスをやってたのは
初耳だった。言ってなかったんだ。だからあんなに焦ってたんか。やめて言ってたもんな。会長、親父は関係ねえ言ってたもんな。嘘つけ。怒ってんな、春日。まあ当然やけど。会長、あのビジネスは間違ってる。お願いします。あそこにいる年寄りたちを解放してやってください。春日とか言ったな。はい、春日です。少しばかり勘違いしとりゃせんかとは。え、勘違いとは。言ったのは戸塚が隠していたしのぎを教えてくれたからだ。はい。ただ誰がしのぎの内容に意見しろと言った。え、ごめんなさい。あんなしのぎ単なる人殺しだ。まあそうやな。金が生まれるところに不幸はつきものだ。そして不幸が生じるときには必ず誰かが幸せになっている。あれ、それは会長まさかの肯定派。あのしのぎある程度仕方のないことだ。ああ、会長勝ち誇った顔すんなお前。そんなら何したって許されちまうだろう。そうやな。どつか、お前が最上階でやっていたしのぎは一体何だ。エクセレントコースは楽にあの世に旅立たせてやるためのサービス。安楽死ビジネスです。いや、ええように言うの。安楽死、嘘つくんじゃねえ。いや、もう紫のおばあちゃん、そうやな。車椅子のばあさんが恐怖で泣き叫ぶの。そう、安楽死叫んでたな。苦痛を与えずに死に至らせることだ。ばあさんだって、うん、死ぬ瞬間は穏やかに言った。いやー、ギャー言うてたけど。安楽死は本人が望む場合もあれば家族が望む場合もある。まあそれはあるかもしれんけど。なのはの親父さんは。あの女だってそうさ、親父を始末して欲しかったんだ。まさか。そうなの。何がまさか。いや、俺と直接会ってあの女を了承したんだからな。そんな、マジで。いい社会勉強になったな。さて、じゃあ俺はさっさとけじめつけちまうか。そんな感じで指いくん。おお、まあまあまあ、でもビビるんはビビるんかい。まあそらそうやな、怖いもん。おお、いく。いや、めっちゃ嫌そうな顔してるやん。お、はい。おお、指など落とさんでいい。会長？会長。え？お前のビジネスのすべてを俺は認めたと言った覚えはねえ。だがな。おい、高部。え、高部さん？ああ、こいつ連れて行け。こいつ。二度とうちの仕事を守れないようにしつけしてやれ。おお。お？お？雲行き変わったな。会長、会長、会長言われ連れて行かれたけど、あ、頭なんかペコって。高部さん、何すんの今から。戸塚どうなんの？任侠というのは正しいか正しくないかだけでは測れんものだ。うん。我々はメンツで生きてる。うん、肩木に土足で上がられては清流会のメンツが肩なしで。まあ結構ボコボコにしましたからね、道中。今日は勇敢なことをしたなどと決して思うな。まあそりゃそうやな。結構乗り込むってやばいことしたもんな。今日この私と清流会をコケにしたのだ。おお、怖っ。そのことを肝に銘じて明日から生きろ。怖え。久々にヒリヒリしました。カスが嬉しいですよ、会長。お前やっぱ頭のネジ何個か飛んでるな。すごいわ。何がだ。俺も18年も無所に入って出てきたら、うん、俺が目指してたはずの極道は世の中が消えてた。あ、でもあなたは違う。
時代が変わったからな。いい意味でも悪い意味でも俺が知ってる昔の極道だ。お前やっぱり同じ世界の人間だったか。そういう嗅覚はあるよな。お前みたいな男を育ててくれた極道ってのはどんなやつなんだろうな。なんか渋いわやりとりが。だったって。うんて。怖いな。あの名前を勝手に使ってヘマこいた見ず知らずのガキの責任取って。せやな。指を落とすようなそんな人でした。せやな。ん？何どうしたん？よし。帰るか。帰るか。待て。一つ教えろ。うん。ん？お前の親父とは誰だ？あ、それ聞く。元東条会系荒川組組長。元。荒川真澄です。せやな。元ね。荒川。元東条会系、ま、せやな。そういうやな。最近撃たれちまったんですけどね。わあ、どういう感情で見たらいいんやろ、でもこれ。ちまったのかな。いや、ちゃう、ちゃうと信じてないけどな。俺にとって最高の男は荒川のおやすさんなんです。春日が覚えておこう。あ、知らんねや。なんか近江連合でなんか結構上の方やから知ってると思ったけどな。あー、なんかし、いやー、そうやな、おやすさんな。さて、あれ出てきた。とりあえず倉庫に帰るか。うん、そうやね。帰りやすんなり帰れたんや。ああ、そうだね。まあ、とりあえず帰らなな。菜の葉が安楽死を了承してたってのがショックなんだろうがな。まあね。人には人の事情ってのがあるんじゃねえのか。でもどうなんやろ。でもなんか親父さんあの施設入れるためだけに、あれ？高部さん、え、なんすか。ナノハって俺に日だまりの城へ来るように連絡した。お前らも来い。え、なんで俺らが。いいから来い。なんでなん。いいから。え、車出してくれるんすか。まさか。そうじゃない。高部さん運転してくれる。俺しようか。ぶつけるかもしれんけど。最近家の車が軽自動車になって運転も全然慣れへんけどさ。大丈夫かな。来たね。あ、菜の葉さんか、あれ。向田菜の葉さん、こんにちは。はい、はい、電話でお話しさせていただきました。総支配人をしております、高部と申します。総支配人って立ち位置ない。休養で対応できなくなってしまいましたので、私の方からご連絡差し上げました。多分今ボコボコにされてます。実は急なお話で申し訳ないのですが、当施設の閉鎖が決定いたしました。閉鎖？はい。同じ反応してもうた。つきましては、ご入居されているお父様をお預かりすることができなくなりまして。まあ閉鎖するならな。ご退去いただきたく考えております。急に。でも手術の日は今日ですよね。はい、でも決定は変えられないので、そこはご理解を。わあ。だって手術しなきゃお父さん死んじゃう。死んじゃう。ちょっと待った。今なんて言った。死んじゃう。手術しないとお父さんが死んじゃう。死んじゃう。あれ、一応やっぱちゃうか。確認させてほしいんですが、やっぱ戸塚と会った時お金渡されてましたよね。あの時、うん、彼とはどういう会話を。え、どういう会話。ああ、マジでどういうことなんや。ん、どういうこと。何が起こってんの今。なんとか200万だけ用意しました。うん、でもやっぱり心配なんです。うん、まさか辞めたいというのですか。
お父さん悪い顔しとんな、お前。楽になってほしいと言ったのはあなたですよ。楽になってほしいってどういう意味だよ。いえ、お父さんが苦しんでいるなら手術はお願いします。苦しんでるぐらいならってこと？難しい手術なんでしょうか。そうですね、やっぱり内容が内容だけに難しい部分もありますよ。なんか微妙なこと言ってんな、こいつ。ふわっとしたこと。でも完璧にやりますので。どういうこと？はい、でも父の手術は初めてなんで。え？初めてね。そんな冗談言えるくらいなら大丈夫ですね。え、なんか悪いアンジャッシュ繰り広げられてる今。はい、なんか噛み合ってないような気すんねんけど大丈夫？とか戸塚がなんか分かってて分からんふりしてるみたいなこと？この子どういうこと？何も知らなかった。そうみたいだな。うん、手術って。お父さんは確かに手術だって思ってたのか。あ、そういうことか。あ、そういうことね。あ、なるほどなるほど。やっぱ悪いアンジャッシュやったね。必要なくなったと聞いています。手術前に再度検査をしたところ問題は改善されていたとのことで、よかったですね。そんな雑なんでいける？本当に。ええ、つきましてはこちらをお返しさせていただきます。いや、いける。それで当施設の一方的な事情ですので、施設利用者の方々にはご返金対応をする方針となりました。おー、そうなんですか。でも退去はいつまでに？ああ、どうなの？それならご心配なく。先ほど申し上げた通り、当施設の一方的な事情でのお願いですので、次の施設が見つかるまでは無料でご利用いただいて結構です。高部さん、本当に？何その神対応。なかなか粋なことするね、会長から。閉鎖すんねや。でもさすがだね、会長。でもよかったよ、会長。脅迫されてたって言ってたの誰だっけ？そりゃ全然ちゃうから。間違えることだってあんだろ。名推理でしたね、足立さん。ね、まあいいじゃねえか。その勘違いがあったからこそ彼女も親父さんも救われたんだ。まあ乗り込んだのは間違ってはなかったな。あとはって何？ふんって。あとはってどういうこと？それしまった方がいいぜ。大金やろうしね。そうですね、そんだけ手元にありゃ今の仕事は変えてもいいんじゃねえか。せやな。俺らあんたがいない間に乙姫ランドで雇われたもんだ。親父さんの面倒を見るためにあそこで働いてたんだろ、あんた。せやな。うん。店長には俺らから。急にフランクに。あんたはもう店には来ないって。あ、まあまあね。でもしゃあないよな、それは。振り込ませとく。うん。本当にいいんですか？いいって。いや。早く親父さんとこ行ってやんな。そっちにさやな。いねえんだから。お前男前すぎひんか、カスガ。ありがとう。おお、なんか今ドキッとしたな。今の笑顔、ちょっと店のナンバーワンってのが分かる気がしたよ。でも今心から笑ってる気したけどね。よし、じゃあ俺らも帰って店長に報告だ。さやな。とりあえず帰ろか。うん、帰ってきたけど。店長、お疲れ様です。どうやろう、喜んでくれるかな。いろいろあったんですが、とりあえずは。うん、何？どうした？え、何？うん、あ、何事？あって。うん、あ、お金。なんで？え、なんで？なんで？店長。店長。え、なんで？店長。店長。なんで？なんでだよ。なんで？え？
ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。